さあ、親食にチョコチップメロンパンを食べて元気復活したところでガチャグラを再開してやっていきます。前回からスケジュールは同じです。竹さんがいますね。お互いにローラーがいる。ローラーの時間ですね。ローラータイム。そしてさっきはしょっつるしかやってなかったけれど、ここに来てビーバースパークもやっていく。危ね。ちょっと待って、ちょっと休憩しただけなのにもう完全に俺は今スプリンクラーのつもりでクイックボムを投げてしまうという事故を起こしました。事故はいけない。ヒューマンエラーは最小限にね。後ろから誰かが来ている。あ、これはいけない。あ、乗ってはいないね。竹さんがいる。これどっからどう攻めるのがいいのかな。ああ、いい。食い棒を投げて、圧をかけて、さあ、このバブルに爆発の圧をかけてくるかと思ったが、意外とそうでもない。うっそー びっくりした。すごいところになかなかいい感じの炭酸ボムコンビネーションを組み合わせてきましたね。お、ハイプレのアシストが味方を感激させるのです。本当かな？感激をさせるのです。食い棒を投げるとそれだけで気分が上がるでしょう。上がるかな。上がらないかもしれないけど警戒をしていけば。すごいところに降ってくる。乗っちゃうよ。あなたはそこから、帰れないと思った？余裕ですね。多分ローラー側はそんなにぶち殺してやるぜっていう殺意に満ち満ちたプレイをしてああなってるわけじゃないと思うんですね。やめて、来ないで、振っとくよ、ふーんって、もう、なんでしょうね、この、とりあえず振っとけみたいな気持ちでやってると、なんか知らないけど相手が死んでるみたいなことの方が多いと思うんですよね。今のはちょっと明らかに殺意を感じましたが。なので、あまり過度に怯えてはいけないのかなというふうに思うわけです。ああ、いい。みんな余裕を持って立ち回れるときに、矢裏に乗りたいところですね。一発ぶつけるが、後ろからまだ来る。ちょっと正面からだとバレスピがいて切り崩せないかもしれない。かといって左側から回ってる時間的な余裕がないときに突っ込むのはよろしくない。ナイス玉をちょっと使っていないというのもありますしね。関門突破されちゃった。それが全ていけないことなのか。いけないことではあるかもしれない。いっぱいいる。これはいけませんね。全滅して、裏からフォローが来るわけではないので、まあだいぶ進んでしまいますね。ほいほい、これは無理か。相変わらずめちゃくちゃ進んでいくね。そこはナイス玉で止めるしかあるまいし。かろうじて止まって。倒して、竹はまだいる。櫓でも保護でも、このめちゃくちゃ入られて後に慌てて取り返そうぜってやるのは、まあ負けるんですよね。ああ、いい。下がらせていただきたかったが、そんな余裕はないね。ちょっとだけごめんなさいよ。ごめんなすって。いいマルチミサイルの打ち方してくるじゃねえか。登れない。いいところに炭酸ボムを投げてくるじゃねえか。これはいけない。みんながみんなキルを取らなくちゃ先へ進めないというふうに焦って、櫓のことを全然見ていない。で、慌てて櫓を見ると近くにもう敵がいるという、非常に向こうからすると理想的な流れになってきている。この編成だと、下から上にというのはちょっと怖いので、
はーい、右にいるよ。おっと、真後ろから回ってこようという腹か。来るかい？あんま来ないな。どこ行ったし。この辺で。ああ、そういうことか。そのタイミングで来るとは思わなんだ。ああ、乗る余裕がなかった。背中からミサイルを撃つ時間を稼いだとか。それは読めませんでしたね。うん、やっぱりめちゃくちゃ進められるとダメですね。時間が圧倒的に足りなくなりますね。まあちょっとボケっとしていたところもあるので反省しなくてはですね。しょっつる鉱山がやってきました。ガチャクラ。さあメンツはさっきから変わったかな。あんま変わってませんね。スプラローラーにハイドラがいますね。先手必勝だ。相手の方も先手必勝だという気持ちがだいぶあったようですね。一人、もう一人、ちょっと焦りすぎ。降りるよ。やめてハイドラさん。こちらに注目をしている場合ではありやせんぜ。お、ローラーが倒された。これはいいですね。いい事実。で、左から見ていると、ちょっと不安があるけど、まだなんとかなる。裏回られてないし。こんにちは。ちょっと、では、矢倉の隅っこの方で待機をさせていただいてから、恨みのハイドラ狙い。ハイドラがやられていないし、なぜか後ろからいるという。回り込まれると辛いものがありますね。一瞬で時間を使われてしまいますから、ローラーさんにキルを取られると。おい、後ろからどうにかできると思っちゃいけない。こんにちは。さあダメージを蓄積して剣術に行く。ローラーは撃破されている。で、はい、ドラちゃん、ドラちゃん、はい、ドラちゃん、はい、ドラちゃん。のび太くんのママがドラえもんに向かってあれを、あれって何だったっけ、ドラ焼きをさっと差し出す時の掛け声、はいドラちゃん。つまりハイドラちゃんのことだ。ハイドラというのはすなわちドラえもんにおやつをあげろという、そういう隠れメッセージを内包した武器だったのだ。なんと恐ろしいことだ。ドラえもんに対する賄賂を提供しなくてはいけないということを暗にこのスプラトゥーンが提示していたのだ。なんと恐ろしいことか。ドラえもんの息がかかっているというわけだな、このゲームは。ハイドラちゃん、ほらドラえもんにドラ焼きをあげないと、ご立腹になったドラえもんが俺たちに反旗を翻してくるぞ。こんにちは。下がらせていただいて。はーい。ローラーには並々ならない恨みがあるので、時々狂ったように襲いかかっていきます。はいドラちゃん、はいドラちゃん、はいドラチャンス。やめてー。ゼロ距離で負けていく。いいタイミングでジャンプされましたね。やるじゃないの。ハイドラちゃん、ハイドラちゃんと呼ぶたびにドラえもんにドラ焼きをあげなければいけないという恐怖観念に駆られていくというわけだ。完璧な流れですね。後ろに下がる。もういなかった。はい、ドラちゃんはどこ行った。ドラちゃん、ドラちゃん、いた。登ろうというのかい。登らないでください。良い子は登らない。危ないから良い子は登っちゃいけません。なんでハイドラちゃんがやってるの。ドラちゃん、ドラちゃん、ダメだって。今ドラ焼きの時間じゃないから。ダメだってドラちゃん。ダメですってドラちゃん。いけません、いけませんってば。ドラちゃんいけない子だな。怒涛の波状攻撃来てますね。なんか2、3人減っても
全然強気に攻めてくるというのはやられて厄介ですよ。はい、ドラちゃん、さあ下がって、おお、ダメージが効いてましたね、ありがとう。後ろにいるのは見かけていたのですが、ちょっとダメージを当て損ねたので、ドラちゃんの帰りを待ってから。はい、ドラちゃん、上からドラ焼きが降ってきたよ。相変わらずのスプラローラー。スプラローラーに対して圧倒的に有利に立ち回れる武器なんて存在するんですかね。ないんじゃないかな。あ、いけない、いけない、またやっちゃった、また先にナイス打っちゃった。ナイス打つよりも先にナイス玉を用意することの方が先でしょ。はい、後ろ、着地か、着地はない。おっと、俺じゃない方に狙ってきましたね。乗ってくるよ、気をつけて。ほら、強引に乗ってくるよ、じゃないと相手終わるからね。おお、危ない。いやー、ヒヤッとしました。相手にローラーがいるだけで緊張感が普段より跳ね上がるんですよね。直撃もらうと即死ですからね。ブラスターも似たような緊張感はあると思うんですけど、ブラスターの場合は遠くからですから、基本的に。この知らない間に近づかれて一撃ドカってやられる時と、ちょっとストレスのかかり方が違うんですよね。再びやってきたビバスパーク、こちらでさっきの雪辱を果たすぞ。やっていきましょう。別中がお二人、相手にも一人、そしてハイドラちゃん。ドラ焼きを作らなくてはいけないね。ドラ焼きを作ることに、その生涯をかけた男。普通にただのドラ焼き職人じゃないか。しかし生涯をかけたということは、むしろただのドラ焼き職人ではない、ガチのドラ焼き職人ということだ。ガチマッチに登場するにふさわしい存在と言えるな。さあ、かなり翻弄されていますね。翻弄されているところは、こちらが突き入る隙があるということだ。さて、この辺りにまだいるかなと思ったけど、意外とそうでもないのね。見つけました、ありがとうございます。気をつけて、ブラスターさんが来るよ。はい、ドラちゃん、はい、ドラント、いっぺんにやられていく。こちら側から攻めるぞという意思を固く表明しておきながら、一瞬で抜かれていく。しかも関門突破されてしまってはよろしくない。しかもこちら側から来ているという流れ。ナイスプレッサー、こんにちは。乗ってくるね、これは。ありがとうございます。命を刈り取らせていただいて誠にありがとうございます。乗っちゃうもんね。どういうところに吸盤張ってくれとんねや。ダメだな、みんな前出てないタイムだけど、俺だけ前に出ても意味がないな。いつもいつも言っていることです。あなたはそれを全く理解していないですね。理解してもいないのに反省もできていない。それでは行きませんね、めっちゃ進んでるし。はーい、はい、ドラちゃん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 。さあ、ヤグラを戻して、敵の位置を把握して、なんか乗ってきた。はい、倒して乗って、またヤグラを戻して、後ろからなんか来てますよ。いいんですか。はい、倒して撃破して乗ってきて、はい、ドラちゃん。あ、お、いいですね、ナイスよ。さあ、数は減ったかな。今ガンガン押してくれているようですので、こちらは正直にヤグラに乗っておけばいいかな。さあ、はい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 、この
柱の角を利用してうまいこと隠れていく。で、見つけました。絶対狙ってくると思ったよ。背後は常に警戒をしておかなくっちゃいけないのです、いけないのです。でも怖い時は素直に逃げましょう。やめてふっ。ちょっと目隠しをしておいて。お、いいですね。ちゃんと味方の進む方向をフォローしてくれている。後ろは来ないよ。まだ後ろは来ないけど、もうぼちぼち来るかもしれないから気をつけて。あ、大丈夫そう。あ、なんかいる。やめて、やめて。おやめください。おやめください。いいところに張ってくるね、キルバン。じゃあ僕は、素直には追いかけないよ。はい、ドーン。で、ドーン、ドーン。君のアセリーカセフィアは、把握させていただいて。ここだ。待って、待って。ああ。結局、マニルバヤに一人やられてしまうという。マニルバヤはね、近距離が止めないと本当に全滅するから嫌なんですよね。でも、とりあえずスフィアは止めたかな。来なくてよかったね。あ、ありがとう。おさあ、スライドしているね。いいスライドかな。クイックボムで無理やり圧をかけて。さあ、ハイドラが、ハイドラちゃんと見ているけれど。はい、はい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 。上から来るか、下から来るか、そこが問題だ。はい、では、乗っていただいても構いませんよ。僕が取り返すからね。このように。うん。ヤグラナイス玉はいいね。まあ、これは味方の押し込みが決まってくれた間にこちらが乗っていたから、いいチームワークが発揮できたんじゃないかな。でもやっぱハイドラはやりづらいですね。思わぬところから攻撃が届くから、見えていないということが多くて困りますね。ちゃんと見えていればいいんでしょうけどね。といったところです。今回はここまでです。ありがとうございました。